地球の外観地質学地表図地質学とは地面により下の地層、岩石を研究する地球科学の学問分野である。講義には地球科学を含める場合もある。1603年、イタリア語でヘイラヘアという言葉が初めて使われた。当時は稀にしか使用されていなかったが、1795年以降、一般に受け入れられた。地球科学分野も、 参照地質学は、一般地質学と地質学の二つに対別される。さらに、以下の分野に細分される。相序学地層のできた順序を研究する分野。地層類重の法則に基づき、主に野外調査と地質図学。場合によっては古生物学や火山テフラによる時代や、年代測定による年代の挿入を用いて、地層の重なりを復元する。体積学泥。 砂、液、火山灰などの物質が運ばれて堆積する過程を研究する分野。流体力学などの物理学的手法を主に利用する。構造地質学地層や岩石の変形を研究する分野。鉱物を構成する分子の相転移から、集極や断層、プレートテクトニクスまで様々な規模の変形、構造を扱う。造学、気化学、物理学の手法を 主に利用する。地子学多の手法をすべて駆使して、ある地域、または地球全体の地層が辿ってきた歴史を研究する分野。古生物学過去の生物を研究する分野。主に化石を調べることにより、過去の生物の形態、分類、生態、分布、進化を研究する。生物学にもまたがる分野である。化石の時代や生息環境などを知るために、創除学。 体積学の手法も利用する。岩石学岩石そのものを研究する分野。岩石を構成する物質は何か、どうやって岩石になったのか、などを、科学、物理学の手法で調べる。鉱物学鉱物を研究する分野。鉱物の成分や、結晶構造、成因などを、科学、物理学の手法で調べる。科学、物理学、結晶学、地球物理学。 材料科学などと地質学との境界領域にある学問分野である。交渉学交渉を研究する分野。主に鉱物学、岩石学の手法を用いるほか、構造地質学や地球科学、交渉の種類によっては体積学の手法を利用する。火山学火山を研究する分野。創除学、体積学、岩石学、鉱物学のほか、地球物理学。 地球科学の手法も駆使するため、地質学とは独立に扱われる場合もある。地質図学独立した分野として扱われることはあまりないが、地質図の描き方や読み取り方には一定のルールがある。基本は、幾何学。応用地質学地質学の成果を工学的に応用する分野。かつての日本では鉱山に関する学問との関連が深かったが、現在では、建築。 土木などとの関連が深い。最近は環境学、林学、防災との親和性も強まってきている。石油地質学地質学の成果を工学的に応用するという点では、応用地質学の範疇に入るが、特に石油炭鉱や油ガス田の繊維を扱う場合、石油地質学と称される。地球や山の繊維に関しては、古代より多くの人々が考察を重ねてきた。 1669年には、デンマークのニコラウス・ステノが、個体の中に自然に含まれている個体についての論文への序文を表し、この中で地層が水によって堆積したこと、このため地層は、成立時は水平であり、横方向に連続しており、さらに下から上に向かって堆積する、いわゆる地層類重の法則を提唱した。これによりステノは、創除学の祖とされている。 18世紀後半には岩石や山岳の成因について山岳は堆積によるものとする水星論とアントン・モーロラが提唱した山岳は火山活動によるものとする火星論の2つの説が生まれた。18世紀末にはアブラハム・ゴットロープ・エルナーらが水星論をジェームズ・ハットンらが火星論を提唱した。ハットンは 過去に作用した過程は現在観察されている過程と同じだろうという聖一説を唱えたものの、フランスでは、ジョルジュ・キビエによって、地層や化石の変遷を天変地異によるものとする天変地異説が唱えられ、一時有力な学説となった。また、地球の成立時期についてはそれまでヨーロッパにおいては、聖書によるものが主流であったが、ジョルジュ・ルイル・クレール・ド・ビュフォンは1778年に、 自然の正直、レイポックスラネーチャーを観光し、この中で地球の年齢をおよそ7万5000年と推定した。1815年には、ウィリアム・スミスが、イギリス全土の地質図を完成させた。18世紀末から19世紀初頭にかけては、こうした優れた学者たちによって、重要な発見が、相次ぎ近代地質学が確立された。 1830年から1833年にかけてはチャールズ・ライエルが地質学原理を発行し、この中で生一説が唱えられたことでこの説が主流となった。地質学の基礎はこうして確立されたものの、作り山運動の原因や古生物の分布など、いくつかの部分で不可解な部分が残されていた。作り山運動の説明としては、地公社説。 生物分布としてはかつてその地域に陸地があって、離れた二転換をつないでいたとする立教説が唱えられていたものの、いずれも不備が多いものだった。これを説明するため、ドイツのアルフレート・ベーゲナーが1912年に大陸が移動したという、いわゆる大陸移動説を発表したものの、大陸移動の原因が説明できなかったため彼の生存中は有利季節とはならなかった。 しかしその後、1944年にアーサー・ホームズが発表したマントル対流説によって、大陸移動の原動力を地球内部の熱対流に求めることが可能となり、さらに1950年代に入ると古知事記学の研究画によって、地北移動の奇跡が導き出され、それが大陸移動説と合致したため、大陸移動説は復活した。さらにその後、 1962年にハリー・ハモンド・ヘスやロバート・ディーツが海洋帝拡大説を唱えるなど理論が出揃い、これらの理論を統合する形で1968年にプレートテクトニクス理論が完成した。ありがとうございます。